はい、おはようございます。今日は次にやってきます。三両坊東公園でございます。これ東と西とありますね。前方公園、こちらの方が前方公園群でね、分球が110メートルほどあるんやけどね、公園部の方はちょっとね、だいぶ破壊されてますから、どうやろうね、ちょっと見て、何年ぶりやろうね。お、なんかどんどん、なんだあれは、なんだ、あれ、ここどうなってんの。あー、ここはね、田んぼやってないよね。はい、行ってみましょう。以前真夏だったんで草ぼうぼうやったけどね、今日はまだ、あ、これあったかな、これ昨日この階段どうやったかな、記憶残ってへんねんけど、あったのかもしれんな。すごい草がぼうぼうっていうのは記憶残っとるけどね、110メートルというか、まあこのね、この辺の両盆地は非常にね大きいんやけど、これ記憶ないな。ちょっと待てよ、これ初めてじゃないんやけどね、全く記憶残ってないね。どういうこっちゃ、上上がってないかな。そんなことないと思うんやけどね。三両坊東古墳110メーターぐらいあるということでね、いや記憶曖昧でございます。お、埴輪もちゃんとね陳列してありますけど、ちょっと破壊されてるね。破壊されるのね、破壊したいからね。円筒派には破壊してる人が、破壊してますね。さあ、上へ上がってみましょうかね。それにしても前方部の方があまりの低すぎ、どうだろう。壊されたかね。いやー、これは記憶残ってないな。全く残ってないね。いや、ここ来た時ね、なんか二人で上がってあったんやって。その記憶ある。全く記憶ないね。後で、前の動画見てるんじゃないかね。いつ来たのかね。何年か前やけど。な、公園部の方ちょっと見てみましょうか。どんな状況か。破壊されとるということでね、記載されとるけど。ああ、もうお家が建ってんねんね。まあ、後ろには。一応円墳の形をしてますね、公園墳はね。この三両坊古墳はね、東古墳と西古墳とあるんやけど、あのね、あれは飛鳥時代の人形というかモニュメントというかね、あれがものすごく記憶残ってるんやけど、西の方でやんねやろな。西の方は円墳かなんか言ったね。あ、これ見えます、西の方ね。ああ、これ建ってありますよ、これ、これ。これがね、非常に、古墳の中ではね、ちょっと違和感あんねんけど。全然記憶ないね、これ、この階段が。いかにいい加減な記憶かやね。ね、日本食にもいろいろね、記載があるらしいんだけど。すげえでもね、すげえ。今日は国道からずっと走ってきましてね、国道から走ってきたんだけどね、以前来た時はあれは県道やったかな、県道の林道みたいな県道走ってね来たことあるんや。ただこの辺は全部一帯がずっと古墳があったのかもしれないね、これね、これ残してくれそうな。はい、そしたらこれ降りてみましょう。非常に高いんです。何メーターぐらいあるかね、これ20メーターぐらいあるね。いやー、いかんせん、全然記憶ないわ、これ。なんか草がぼうぼうした記憶だけじゃないわ。あら、これ壊れてるかね。あとで整形し直したにしてもね。なんか墳丘がここおかしいんやけどね。この、これは、いわゆる、ホタテ型みたいな感じになってますけどね。まあいい加減の記憶やったね、今回は。まあまあ、こうね、奈良からやったら1時間かからないんでね、聞いてくださいよ。
これ行ってほしい言うてちょっとリクエストをいただいたんだけどね、ここのやっぱりあの見どころはね、西古墳ですわね。あれの飛鳥の人形見らなあかんな。田んぼでございます。国道からすぐやな、あそこ国道やからね、国道からすぐでございます。そしたら西古墳に行ってみましょうか。三両墳、西古墳はおそらく縁墳やったかな。ちょっと行ってみましょうかね。